こんにちは。今日は焼肉のタレを作りたいと思います。材料は画面で説明しますが、終わりの方に一応もう一度書いておきます。ここに大体必要なものを並べてみました。ここにないのはリンゴがありません。最初にコチュジャンですね、大さじ1杯、白ごま大さじ2杯、それに乾いた胡椒ですね、生の胡椒、赤胡椒でもいいです。それを小さじ1杯、生の胡椒の方が風味があって本当は美味しいですよね。次にお酢大さじ3杯、みりん大さじ3杯、お酒大さじ3杯、それにごま油大さじ3杯、次にはちみつ大さじ3杯、お砂糖1/2カップ、それにお醤油が 200cc です。これは濃い口醤油です。にんにく2かけ、それに生姜1かけ、もう皮をむいて潰してあります。これは潰さなくてもおろしてもいいし、フードプロセッサーにかけてもいいです。それにレモンジュース、本当は生の方がいいんですけどね、まあなければこういうのでいいですね。大さじ2杯使います。この材料全部をお醤油の中に入れます。そして混ぜて弱火で火を入れます。沸騰させる直前までくらいですね。この材料で十分美味しいんですけど、リンゴを私は皮を剥いて、普通半個半分かが1個ですね、それをおろして加えます。そうするとコクが出てとても美味しくなります。私は小さいリンゴを1個おろしました。そしてこのタレに加えます。そしてゆっくり混ぜてまた火を通します。これお砂糖が入ってるからよく混ぜていないと焦げやすいです。だから火を弱火ですることも大切です。そしてよく混ぜることが大切ですね。気長に混ぜてください。さあ3分くらいずっと火を通してたんですね。そしてこういう状態になりました。ちょっとコトコトコトと沸騰し始めた頃ですね。そうするともう止めていいです。火を止めたらできるだけ早く冷やします。そして完全に冷えたら瓶とかに詰めて冷蔵庫に入れておくと随分長く持ちます。私の友人はこれは冷蔵庫には入れなくていいって言うんですけど、私はやっぱり気持ちが悪いから冷蔵庫で保管します。冷えたらもうすぐ食べれるんですけど、食卓に出すときにネギを小さく刻んで一緒に食べると美味しいです。はい、これが材料の一覧表ですね。それにタレを1週間ぐらい冷蔵庫で寝かせるともっと美味しくなります。この砂糖の量はですね、少し減らしてもいいかもしれません。リンゴとか
蜂蜜とか入ってるから結構甘いですしね。それだし、醤油を少し減らしてお味噌を入れてみたり、結局自分が好きな味をですね、探してほしいですね。今日のビデオはいかがでしたか？もし良かったと思われた方は、いいねのサイン、それとチャンネル登録もお願いします。